はい、こんにちは、小太郎塾八つ教室です。ですね、一中のですね、2学期の期末テストがあと1ヶ月ちょっとですねになってきてるんですけども、中間が終わってまだ10日ぐらいしか経ってないので、すごく間隔が短いんですよね。ですので、数学に関しましては例年ですね、中間テストの内容も入ってきておりますので、2学期の中間テストですね、ちょっと失敗しちゃったなっていう生徒さんはですね、もう一度ちょっと中間テストの内容を見直していただいて、で解き直しなどもですね、行っていただいて、期末でもう一回出てきた時にですね、正解できるように、編集していっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。